はい、皆さん、こんにちは。ラブラブラビリンス唯一の成功者、カムイリゾートのタツコです。はい、じゃあ今日もね、早速ラブ見つけに行きますけれども、確かね、前回はね、一回おばあちゃんのとこに戻ったのね。で、おばあちゃんのとこに戻ったら、すごいなんか体調悪そうにしてて、で、なんかタオのことよろしく頼むよ、みたいなことを言ってたのよ。だからね、今日一回ね、おばあちゃんのとこに戻りたいと思います。で、前回、おばあちゃんのところに、行った時に、こいつの相方のおしべがね、近くにいることを見つけて、この、花粉団子、手に入れました。これちょっと使ってみましょう。そらそいや。はい、プンプンしに行きました。よ、どういたしまして。おー、届いた。行ってみようかどう。あ、はいはい、レインボーロックスね。これワープです。いや、便利だね。このお花ちゃん便利だよ、すごい。でね、もう一回おばあちゃんの話聞こうか。鉱物の骨。今やっちゃえるのかな？ちょっと骨見せてみましょう、ここは一回。はい、チュドン。言うこと聞かないね。やっぱ外行かないとダメかな。あ、起きた。あ、起きてないな。あと、このね、ヘビーね。これどうすんだろうな、ヘビー。うわ、昼もいるな。ちょっとタオ外来ねえかな。タオちゃーん。外おいでなすって。タオが来る前に、一回ちょっとキュリオのお店に行って、釣り竿買おう。時間がもったいないんでね。こういう隙間の時間？隙間の時間どう使うかっていうのをかなりビジネスマンにとって大事なんでね。まあ、愛のインターンも終わって、愛のデビューも終わって、まあ、プロのラブコレクターとしての仕事。これちょっと時間有効活用していこう。命もね、短いんでね。のんびりやってらんないんすよ、こっちも。はい。じゃ、まずキュリオのお店。ここで、うわ、寝てんのか、お前もまたしてもさ、もう、時間の有効活用全然できねえじゃん、もう。もうやだなあ、釣り竿買おうと思ったのにさ。ちょっとガセさんになんか聞いてみようか。こう、おばあちゃんの写真とかね、見せたことないね、いろんな人に。ちょっと見せてみよう。あ、反応あり。町外れのばあさんだろう。昔は孫と一緒に暮らしてたけど、孫。私、カム太郎のことかな。いろいろあってな。かわいそうだから、本当のことを話してやれんのよ。あー、死んじゃったってこと言えないのかな。お。ちょっとおばあちゃんのね、事情も分かったところで、ここでね、キュリオにちょっと、釣りざおくれーっていうことで。400年かあげますよ、全然。はいはいはい。そしてさらにここで、釣りに必要なのは、この餌です。この餌がね、ないとね、釣れるもんも釣れねえんですわな。じゃ、これで釣りの準備は整いましたと。で、後でトロピカルフィールドに戻って釣りをしてみたいと思います。で、その前にね、タオにね、芸をね、仕込むよ。やることいっぱいわんさかだぜ、おい。タオいるかな、外に。あの犬言うこと聞かんねえからな、マジで。お、いる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 。よし、骨。ここでやっと骨の出番ですかね。Use it! タオ、お座り。おお、いや、褒めて伸ばすタイプでしょう、ここは。よし、偉いぞ、タオ。え？ブーブー言うとる。怒んないとダメ？ちょっと怒んの苦手なんだよな。タオ、お座り。違う、ダメでしょ。え？何？ どっちもダメ？骨ユーズ。タオお座り。
2つしかないね。よーし、偉いぞ、タオ。あ、よしよしよし、当たった。タオのレベル上がった。お前レベルあんの？マジで知らなんだ。お前レベルあったん？お座り覚えた。お、え、そう、それだけ？あ、骨もうない。これまた買ってきてなんかやんなきゃいけないのかな、もしかして。うわ、そういう感じか。ちょっと待って、今お金は117、10だから、結構何個か買わないとダメなんじゃないか、もしかして。うわ、そういうこと？ちょっとそれ早く言ってよ、ばあやよ。よーし、もう一個芸覚えようね、タオ。 Use it! タオ伏せ。お、えらい。よし、えらいぞ。よーい、いいね、タオ。もう一個いくよ、タオ。 Use it! タオ伏せ。合ってるよね。よし、えらいぞ、タオ。よしよしよし。お、やっとレベル上がった。伏せ覚えた。いいじゃん、タオ。このちょ、これま、どん、なんぼほど必要なんだろう。召喚？ちょっと待って。急にそういうなんか、遊戯王みたいななんか、デーモンの召喚みたいなの覚えんの？急に。いや、しょんべん召喚、あ、いやでも、しょんべん召喚、しょんべんで召喚してたぞ。ちょっと待て。これ合ってんじゃねえか。ダメね。はい。まあ、そんなわけないよね。しょんべんで召喚してたけど、あれは召喚ではない。たまたまいただけか。はい。お！鳥だ！鳥呼んだ！これ合ってんじゃない？随分賢くなった。ちょっともう一回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 召喚頼む。召喚覚えてくれ。召喚気になってしゃあない。おー、えらい。鳥召喚できんのすげえぜ、このワンちゃん。よしよしよし、もう一回か。いくよ、もう一回いくよ。召喚覚えて。タオ召喚。おー、いいね。よし、偉いぞ、タオ。覚えてくれ。よしよしよし。タオのクラスチェンジ。何何何。何何何。召喚覚えた。え？めちゃめちゃラブ。すごい。そして召喚をどうにか使えないの。タオよ。お、タオや。タオや？タオヤ、急にお家に行かれては困るぞよ、タオヤ。召喚？ちょっと待って。召喚ってさ、聞き覚えがあるんですけど、このヘビーって召喚がどうこう言ってたよね。ねえねえねえ、かつては召喚獣として鳴らしたヘビー。ヘビー。召喚されないと寝てるだけ。召喚できるんじゃないの？タオ。あなたよ。この寝てるヘビーをちょっと召喚しておくんなまし？骨いる？もしかして。骨いんのかな？ダメか。ちょっと骨いるか。夜になっちゃったな。骨買いに行けないから。ちょっとタオの夜の冒険についていこうか。ここは一回。タオね、夜になったらこの辺を走り回ってるはずなんだよね。いったいったい、来た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 。そしてここにしょんべん引っ掛ける。で、テリトリーを気にした。あいつ名前忘れたけど、よし、キャッチ！よーし、ビンゴです。
よし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 。名前なんだっけね、こいつね。なんか、エルモだ、エルモ、エルモ。はい、思い出しました、エルモ。エルモ救出するで、チュチュピピピピ、はい。チュピピピピ、ありがとう、はい。じゃあね、これ。おー、ここでもラブ2つ。そしてお金もゲッチュ。さらにこの後、タオ何かやってるな、あいつな。お、キャッチできた。お前はなんで急にキャッチできたんだよ。後ろ向いてるな。やった、なんか、うん。棚からボタ持ちだけど、な、スラコちゃんゲットできた。スラコ救出するでちゅ、ピピピピ、はい、センキュー。ナイスですね。ナイスですね。よし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 。ラブ手に入りました。棚からボタ持ち的に解決しちゃったけど。いいよ、儲かってきたよ。そしてタオ、タオの夜の冒険団気になるんだけどな。どこ行ってんだろうな、あいつな。いないな。朝までどっか行ってるっぽいんだけどな。ちょっと謎だけど、我が命ももう風前の灯火なので一度家に帰ります。よーし。お疲れ、カム太郎。おやすみんみんゼミー。ん？いつもとちゃうんぞ？あれ？何？何何何？いつも夢の世界へ入るじゃない。お！何何何？え？何？どうしたの？チュピピ。チュピピ、おい。お前なんか、ポッカに渡したな。なんだこ。なんか渡したね。あ、これはいつも通りだね。気になるな、なんだよ、今の。もう、寝れねえよ、こっちは気になってよ。もうしょうがねえな。タオの調教にやっと成功しました。あ、ありがとう。成功したよ。そして動物たちの魂からラブです。スラコ、エルモ、すごいよ今日。な、何個手に入ったのかわからんぐらい手に入ったよ、うん、11までいっちゃったもの。これは愛の飛び級したよね、多分。え、愛の地獄車。全然なんか愛と結びつかないけどね、地獄車っていうのが。もうどういう地獄車だよ、もう。てか、地獄車がもうどういうものかもよくわかんないし、なんか、すごいな。ラブヘルカーになっちゃった。ラブヘルカーになっちゃったよ。うん。はい、集めます、集めます。いやー、ラブヘルカーになったのいいけどなー。ちょっと、もうちょっとやってきますか。なんか気になるね、さっきの。ポッカ何受け取ったの、あのタコから。あのタコかなりなんか秘密握ってそうなんだよね。はい、頼むよ。お、タコだよ、タコ。お、タコの石をゲット。これ石なの？それだけ？なんだろう、なんだろう、タコの石って。これなんだろう、もうわかんねえ、わかんねえ体だよ、これもう。これど、この辺でなんか一人見つけたいな。あ、いるいる。え、早い。よし、捕まえた。ただ早いだけの人かな、これなんだろう。ラフレシアみたいな。よーし、よしよしよし、よかったよかった。ラブゼロは回避。花ちゃん、花ちゃん。よーし、よし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 。よかったよかった。とりあえずあのお金回収しに行こうか。あ。出た、これ出た。募金ね。はいはいはい。はい。これもね。これもやんないとね、うん、
私の今の所持金は、587。ちょっと募金しようか。これも1000円貯めなきゃいけないわけだし、いずれ。はいはいはい。販売のご案内割引。はいはい。募金してやろう。お、なに？キャッチできた。え？そこにいたの？お前全然気づかねえし。いやいや、葉っぱ様そこにいたの？うわ、ちょっと全然気づいてなかった俺。うわ、ちょっと保護色、保護色だし日陰だし気づかねえわ。しかも急にキャッチできたし。うわ、説明見たかったべよ。今日はちょっと早めの就寝としましょう。うん、おやすみ。お、何？なんかカゴの中、いつもの夢とちょっと違う。助けて助けて。え、みんなが助け、扉を開けるんじゃ。え、何何何何、この夢何？勇者と誰だろうあれ。なんか助けて、みんな助け求めてる。え、誰お前、誰助けてくれ、カム太郎。え、ドラゴン、この最後の。え、何この夢、怖い。なんか怖い夢見ちゃったじゃん今。みんなに助けて助けて言われて、うん、何だったんだろう今の。え、もういっか、しょうがないな、気にしてても。花ちゃん助けた、うん、葉っぱ様もなんか知らんけど助かった。はい、おお、すごい、愛の免許回転まで行った。結構すごくない？免許回転ってだってもう最後の方じゃない。次のレベルまであと4ラブ。うん、そうだね。いや、なんかみんなに助けて助けて言われて、あれ、ラブ集めてたら解決する話なのかな？なんか、怖かったな、でも。うん。いや、でも今の俺にはラブ集めるしかできねえからな。いやー、ちょっとね、不可解な夢見て、ちょっと、不安な感じの、寝起きになっちゃったんですけど、ちょっと今回ここで一回、うん、切らせてもらいます。じゃあ皆さん次の回もお楽しみにお待ちください。バイビーエビフライ。